アラン・ロデンカム・シモンセンは、デンマーク・バイレ出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは FW。現役時代にはボルシア・メンヒ・エングラート・バッハや FC バルセロナに在籍し、前者では1975年と1979年に UEFA カップを制した。後者では1982年に UEFA カップウィナーズカップ優勝を経験した。 指紋戦はヨーロピアンカップ、UEFA カップ、UEFA カップ、ウィーナーズカップそれぞれの決勝で得点を挙げた史上唯一の選手である。1977年には個人タイトルにおける最高の名誉であるバロンドールを受賞した。デンマーク代表としては55試合に出場し、20得点を記録した。 出場したメジャー大会は1972年ミュンヘンオリンピック、UEFA 欧州選手権1984、1986、FIFA ワールドカップなどである。2008年11月、デンマークサッカー界殿堂入りを果たした。デンマークのバイレで生まれ、地元アマチュアクラブのバイレ FC を経て1963年、ベイレ BK の下部組織に加入した。 1971年3月24日、3から1で勝利したキロバイトカールスクーが FF とのホームゲームでプロデビューを果たした。ベイレでは1971年と1972年にデンマークスーペールリーガを2連覇し、1972シーズンにはデンマークカップも制してリーグ戦とカップ戦の2つに優勝し、ダブルを達成した。 同年1972年に開催されたミュンヘンオリンピックでは6試合で3ゴールを記録し、その夏、シモン戦の才能に着目したドイツブンデスリーガのボルシアメンヒエングラートバッハが彼を獲得した。アランシモン戦ボルシアメンヒエングラートバッハでの最初の2シーズンは、シモン戦にとって厳しいものとなり、2シーズンで通算16試合出場3ゴールという記録に終わってしまった。 しかし、クラブは1972から73シーズンに DFB ポカールを制している。1974から75シーズンからはスタメンに定着し、このシーズンを34試合出場18ゴールという高記録で締めくくり、UEFA カップでは12試合で10得点を上げてみせた。UEFA カップの決勝はオランダの FC2 ンテンが相手だったが、 この試合で、シモン戦ンは2ゴールを挙げ、5から1での対象に貢献している。翌シーズンも、ブンデスリーガで16ゴールを達成。クラブは、リーグに連覇達成。このシーズンに参加した、ヨーロピアンカップでは準々決勝でレアルマドリードに、敗れるまでの6試合で4ゴールを記録している。1977年は、シモン戦ンにって、キャリア最高の年となった。 1976から77シーズンのヨーロピーアンカップではリバプール FC との決勝にまでクラブを導いた。その決勝では先制されたものの力強いミドルシュートで一時同点にまで試合を持ち込ませた。しかしその後に失点を喫し結果3から1で敗北した。ヨーロピーアンカップは準優勝に終わったが同年にバロンドールを受賞。デンマーク人選手としては 史上初の快挙であった。この年のバロンドールは接戦となっていて、2位のケビン・キーガンとは3ポイント差、3位のミシェル・プラティニとは4ポイント差とかなり僅差の勝負だった。受賞後にシーズンも変わらず高い得点力を見せつけ、クラブも2位、8位と上位陣に止まっていた。1979年には UEFA カップ優勝。この大会で、 指紋戦は8試合8得点という驚異的なペースで得点を量産していた。決勝ではセルビアのレッドスターベオグラードと対戦し試合を決める決勝ゴールを挙げた。1978年 FC バルセロナからの関心が報じられ翌年の1979年にユベントス FC やハンブルガー SV からのオファーを断って FC バルセロナに移籍した。 シモン戦は3シーズンの輝かしいシーズンをバルセロナで送った。移籍後最初のシーズン、シモン戦はチームトップの10ゴールを挙げて、クラブのリーグ4位フィニッシュに貢献した。翌シーズンはメンバーが大幅に入れ替わったが、安定した活躍を披露し、リーグ戦は準優勝、カップ戦ではバルセロナでの初タイトルとなるコパデルレーを獲得した。 シモンセンは2シーズン目も10ゴールを記録し、君の20ゴール、ベルントシュスターの11ゴールに次ぐ得点数だった。バルセロナでのラストシーズンとなった1981から82シーズン、クラブは UEFA カップウィーナーズカップ決勝でベルギーのスタンダールリエージュと対戦し、その試合で決勝ゴールを決めたシモンセンはバルセロナでの2つ目のタイトルを得た。 1982年にバルセロナにディエゴ・マラドーナが加入すると当時スペインリーグが制定していたスタメン11人に立てる外国人選手は2人までという規則により2つしかない枠をマラドーナ、シュスター、シモン戦ンの3人で争うこととなりシモン戦ンはマラドーナとシュスターが優先されたことに不満を抱いた新天地を求めるようになったシモン戦ンは 1982年10月、イングランド2部リーグのチャールトンアスレティック FC に移籍した。この時、レアルマドリードやトッテナムホットスパー FC からもオファーがあった。チャールトンで16試合9ゴールを記録し、チームの中心選手として活躍していたが、チャールトンは金銭面でトラブルを抱えるようになり、諮問戦を移籍市場に売り出すことでこの問題を解決しようと試みた。 最終的にはフルスベイレビー系が指紋戦を獲得した。ベイレビー系での指紋戦フルスに復帰した指紋戦は1984シーズンの後半戦を怪我で棒に振りはしたがクラブはリーグ優勝を果たした。しかしそれ以降全盛期のプレーを見せられることなく1989年に39歳で現役を引退した。ありがとうございます。